デカキン TV レディゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパッ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 、イエ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 イ。ということで今日は150キロがネギシの全種類の牛タン頼んだら一体ご飯何杯おかわりできるのか。そして山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。山氏、ネギシって知ってる？知ってる。ネギシってね、皆さんも知ってますか？なんかね、もうネギシっていうのはまあ牛タン屋さんなんだけど、麦飯っていうのがまずあって、でこれがおかわり自由なのよ。でとろろがついてんの。ああ、あったあった、確かに。テールスープっていうめちゃめちゃうまいスープ、うん、であと味噌のすごいうまい漬物みたいなのね。あるある。それが一緒の定食になって出てくるのが、それがネギシです。だからただの牛タン定食かなと思いきや、最強の定食、超なんか和の豪華な定食をいただけてるみたいな感覚になるんですけど、そのネギシがですね、なんと出前で頼めたんで、今回は出前で頼めるネギシのほぼ全商品を注文して、でそれでデカキンがその麦飯を何杯おかわりできるのか今日検証したいと思います。それでは今日注文したネギシの商品がこちら。ブッシュパンポンシコーン、出前で頼めるネギシのほぼ全種類。ということで、こちらがですね、もうネギシの出前で頼めるやつのほぼ全種類ですね。で、頼めなかったのが、もうやっぱ人気のやつなんですけど、もうデカキンね、これ超美味しいから食べたかったんですけど、白カツロース。白カツロ、なんかカツがあるのよ、ネギシ。え、もうね、牛タンだけのイメージだった。でしょ？うん。で、デカキンは最近さ、出前で頼んだから、知ってるんだけど、カツができてて、この白カツロースっていうのがめちゃめちゃうまかったの。まだ食べたことないけど、この白カツヒレっていうのもあったんで、うん、白カツヒレは頼みました。で、テールススープがついてて、でとろろが単品で買わなきゃいけなかったんで、とろろ今冷蔵庫に大量に入ってます今、はい、あと肉も単品でね、豚うまから味噌ポークとかいろいろありますね。これもまあ食べながらね、うん、紹介していこっか。これは幸せだわ。このネギシの牛タンで一体デカキンがご飯何杯食べれるのか。じゃあ早速ね、まあ大体ご飯一杯がこれぐらいですね。これで何杯食べれるの？一杯だよ答えは多分。いやいや、一杯のはずないだろお前。これでしょ？いや、これいつもデカキンこれぐらいでご飯一杯大体。だから一杯だと思う今日限界は。二杯は食べるよデカキン。二杯かよ。何が？え、この量じゃない？これね、普通の3人前ぐらいあると思うよ。本当に？うん。じゃあ、ネギシさんの、ライスも単品で一応頼んどいたんで、単品の量で一杯とすることにするわ。その方が分かりやすいね。ね、デカキンが何杯食べれるのか。はい、皆さんも予想しながら見てください。ヤマシはちなみに予想は？当てるよ。うん。3。3杯。うん。舐められたい。いつもこれで食べてるデカキンがさ、3杯のわけないじゃん。おかずが美味しくて、おかずばっか食べちゃって、ご飯は結局3杯でした、うん。いやでもそれも想像できる。なんとかね、もうたくさんご飯おかわりできるように頑張って食べたいと思います。まあ、デカキンがご飯何杯食べれるかで注目して見てる人はいないだろうね、このデカキンの動画をね。ネギシのどんな商品あるのかなで見てる人がほとんどだと思うんですけど。では早速、デカキンご飯おかわりチャレンジ、スタート！じゃあ早速食べていこうか。ではまずご飯一杯の量は単品のライスで頼んだらこれぐらいでしたね。だいたいね、180から190グラムぐらい。じゃあまず何から食べようと思った時に、やっぱ定番メニューからいきたいよね。これからいこう。ネギシと白タン。これからいきたいと思います。このネギシっていうのが、白タン薄切りのネギシ創業以来の定番メニューだって。あ、だからこれも白タンなんだよ。あ、そうか。の薄切りですね。こっちの白タンが分厚いんだよね。もう贅沢に厚切りで柔らかジューシーな牛タンらしい。両方白タンなんだね。そういうことか。初めて知ったな。じゃあちょ開けてみます。はい。薄切りって言っても分厚いね。これがね、こういう構造になってます。こういう風に。おお。でこれちなみにご飯はちょっとね、大盛り無料だったんで大盛りにしときました。じゃあネギシから開けます。うわうまそう。でこれ漬物うまいやつと味噌ね。これです言ってたやつが。ほらなんか味噌にもなんか入ってるでしょ。唐辛子なんだろうねこれね。ちょっと辛めのやつね。あー、いい香りしてきた。でこれは白タンですね。分厚いね、うん、でちゃんと切れ目も入れてくれてるから超食べやすいんやね。もちろんテールスープ、これセットなんでテールスープも2つついてます。いや楽しみだ。はい、早速こちらでご飯食べていきたいと思います。じゃあまずテールスープ山氏にも。じゃあ開けるよ。テールスープどんなのか。はい。うわすごいね。はい、こちらがテールスープです。肉も入ってるでしょ。入ってる。ネギみたいに入ってて、これうまいんやね。これだけでなんならご飯おかわり一杯いけるからね。うん、わかるわ。その領域で本当に、うん、超高級なお店のスープって感じがしますね。それではまずテールスープからいただきます。うわ
高級感えぐいねこれね。嫌なネギじゃないもん、中に入ってんのが。出かけにネギ苦手だけど思い出しちゃったこのネギはね、全くね、辛くもなんともなくて甘くて美味しい。テールスープでもご飯進むからね。あ、いただきます。した俺してないかも。やっちゃってるわ本当に。いただきます。忘れるぐらいのちょっとうまそうになってるね。ということでいただきます。テールスープ、うん、マジでテールスープだけじゃいけるな、本当にテールスープだけで。食ってくれよでもさ、正直さ、やらなかった？麦飯がおかわり自由だから、とろろだけでおかわり一杯しようとか、牛タンだけでご飯2杯いこうとか、うん、得したいのかわかんないけど、なんかそういうのやったよね、うん、すごい和の高級店でなんかそういうちょっとバランス考えながら食べるっていう。味噌でもね、なんかご飯一杯いけちゃったりするし、うん、牛タン食べてないよね。まだ早いから、まだ。ということでテールスープ完食です早いよ。じゃあもうね、行こっか、うん、味噌いきますか味噌この味噌でもいけちゃうから、めっちゃうまいんだからこれ。うーんまー、なにこの味噌、うーんまいな。本当に一杯いけちゃうねご飯。いけちゃうね本当ね。じゃあいきますよ、はい、とうとう漬物をね。いやうまおー、はい、もう食べます。はい、ネギシからいこう、はい、うわー超美味しそう。いただきます。お上手で美味しい。これはうまいわ。なんか思ってたよりもやっぱ分厚いね。薄切りって書いてあると超薄いのかなって思っちゃうけど、で切れ目入れられてるから超食べやすいのよ。うん、後味もやばいよ。牛タンの濃厚な味わいがすごいな。これも味噌つけて食べちゃう。ちょっと味噌もつけていただきます。うん、進むわこれは。じゃあ白タンいくよ。分厚いね。いただきます。すんごいね、柔らかいしジューシーだ、すごいね。これはいいわ。ちょっとハイペースすぎないご飯ね、何がこれ。結構な種類あるじゃんお肉で。このまんま行くとお肉全部紹介できないぐらいのペースだよ。いやでも企画はだってご飯何杯食べれるのかだから、もしかしたらね3種類しか紹介できなくて、うん、デカキンがもうその時ねご飯5杯とか6杯食べちゃっててごちそうさまでしたってなったら、もうあとはオクラ入りだよ。いやもったいない、もったいない。こんなにあるのに美味しいお肉がまあだから紹介をメインにしながらもじゃあやっていくじゃん、うん、確かにもう1杯完食しましたからね早いから。そうだね、ちょっと紹介しつつのペースも考えながらやっていこう、うん、はい、ということでまずこちらご飯1杯完食です。じゃあ山師おかわり。はい、じゃあ山師もせっかくだしご飯なんかついてきなよ。ありがとう。はいおかわり。はい、ありがとう。じゃあ山師もご飯あるね。うん、ある。よし、じゃあ食べよう。山師もせっかくだし。うまい。どっち行く。まずはネギシから行く。まずはネギシから、うん、ネギシいただきます。うん、うん、うまいね。で味噌とこの漬物もまたすごいな。これもう本当にあーうまい。うまいね、うん、白タンのねこの厚切りね、うん、なんかデカキンの中ではネギシでごはっとにしてた贅沢食べしていい、うん、デカキンの中ではネギシ行ったらもう牛タンだけでご飯一杯とかとろろだけでご飯一杯だったんだけど、もうとろろご飯にしちゃって牛タンも食べとろろご飯かき込んでみたいな、もう最高の食べ方してもいい。いいねそれね。ちょっとそれやろうかな。単品でとろろ買ったんで早速こちらにとろろかけてみたいと思います。ちなみにとろろを単品で注文するとこういう感じできます、うん、もう袋に入った状態とこの空の容器みたいな。そして入れたのがこちらです。そうだよね、あのネギシのさとろろってさ色がちょっと濃いんだよ ね、真っ白ってわけじゃないんだよね。はい、こちらにこちらの醤油を入れます。醤油を入れてこれもう混ぜちゃってね。でそうなんかね、あーもうネギシだね。すっごいあの固めのネバネバじゃなくてサラサラなネバネバというか、うん、これをうわー、これをじゃあご飯にかけます。うわー、これはうまいよ。これはもう元気になるわ。はい、じゃあもう軽く食べようかな。いただきます。おいしいとろろっておいしいよねお米粒一つ分も残さずに食べれるじゃん。あ、そうだね、うん、もう巻き込んで食べれるからそれもいいよね。はい、じゃあいいですか。はい、贅沢に白タンとろろ麦飯。うんあーやばいわ、こんな贅沢できるようになったんだデカキンは。ここまでの贅沢を。すごいなこれ、見ているとすごい食べたくなるね。これほんと幸せ。山師もとろろかけて食べな食べな。いやこれはいいね、とろろ一気なマジで。
麦飯と合うんだよ ね、 ね麦飯なんか形がさちょっと大きめだったりするじゃん普通のお米よりなんかね、うん、で歯ごたえもしっかりしたりしてるから合うんだよ。うわ飯はもううまっ。もうバンバン食べちゃおう。そうだでも早いよやっぱペースでご飯何時ももうすぐもうすぐだよもうすぐもう2杯終わっちゃうよ。いやもう終わっちゃうよ。いいよバンバン食べたいねこれデカキンはこの調子でガンガン食べよう。うんということで2杯目完食です。おかわり。はい早いよでお肉も2種類完食したね。でこの下にねご飯入ってるからこれをまたおかわり用の米にしよう。はい。じゃあ早速次の牛タンに行きたいと思います。続いてはですねこちらですね、がんこちゃんとブラッキーに行きたいと思います。はい。もう名前がもう特殊だよね。うん。最初なかなかね変わった名前すぎて手出せなかったんだけど、ある時ネギシ常連になった時手出してみたらめちゃめちゃ美味しくて。前からあるメニューなんだね。そうこれがですねまずがんこちゃん、はい、赤タンっていうんだって。赤タンって言って歯ごたえのあるやつでなんかさっぱりとしててローカロリーなヘルシーメニューらしいよ。こちらブラッキー、ネギシ自慢の牛カルビを秘伝のタレで仕上げた癖になる一品。実はデカキンねブラッキー超好きで単品でもプラス2つ頼んでますブラッキー3人前頼んであるんで、ヤマシもいつでもブラッキーは買ってもらっていいから多めに買ってあるんで、じゃあ早速こちらでまたご飯を食べていきたいと思います。じゃあ早速開けるよ。はい、はい、よいしょ。こちらがまずがんこちゃんですね。歯応えちょっとありそうだもんね。あ確かにそうだね。ねでこちらブラッキーさっき見たと思うけどね、もうね秘伝のタレもうまいし、なんなのこのお肉って感じのすごいでしょ。うん、これカルビですね。ブラッキーって名前だからカルビかどうかもデカキン分かってなかったの。なんだこの部位と思ってやっぱカルビだったんだ。でこちらまた味噌のうまいやつもついてます。はい、はい、じゃあご飯3枚目いこうと思います。ということでご飯ですね。じゃあまたすいません贅沢食べてとろろももう5人前ぐらい買ってきてあるからまずはがんこちゃんからいこうかな。やっぱ持った感じもね歯ごたえ結構ありそうな感じ。いただきます。うん、さっぱりしてるけど歯ごたえ超あって超香ばしくて美味しい。がんこちゃんも美味しいんだよな。名前も可愛いしね。なんでがんこちゃんって言うんだろうね。あ、だからあれじゃないの、硬さががんこって意味でしょ。がんこ、そういうことか。タンの中では硬い部分みたいな。じゃあ続いて、はい、こちらブラッキーですね。カルビいただきます。うわー味も濃くて美味しいし、うわぁ肉厚なカルビって感じなんだよ。こんな肉厚なカルビあんまないよね、実際ね。もっと確かにすごいね、二枚重ねで食べてるような感覚だよね、カルビの。うん、これこんな贅沢していいのかな。もし、いや、山下も行っちゃって。がんこちゃん、がんこちゃん行って。本当だね、歯ごたえあるでしょ。歯ごたえある、柔らかい分類だよね。それでもね、そうなんかさ、ネギシの中では歯ごたえある方だから硬いって言われないかもしれないけど、うん、普通のとこのやつと比べたら全然柔らかいんだよね、うん、やっぱタン強いよなネギシは。でブラッキーいっちゃって、うちのお得意様の。うーん、濃いね。濃いでしょ。うん、うん、あれ、うん、はい完食です。ごちそうさまでした。3杯まだあと1,2,3,4 4種類あんだけどね、まだね。あとカレーもあるわ。カレーもそうだ、忘れてた。でもねそろそろやっぱね徐々にお腹いっぱいになってきちゃったね。まあちょっとそろそろ限界も近いですが、3杯完食しておかわり。はい、では早速続いてのネギシの商品に行きたいと思います。デカキン TV、大本命先に行こうか。もうあと4種類あるんですけど、もう出かけお腹いっぱいになる可能性あるんで、もう大本命からいっちゃいましょう。それがこちらですね、銀の牛タン、そしてヒレカツです。おー、だから白カツのヒレってやつだよねこれね、うん、開けつつ説明をちょっとしましょうかね。よいしょ。まずこれ銀の牛タン、なんと限定って書いてある。どういうことなんだろう、出前限定って意味なのか期間限定って意味なのかちょっとわかんないんだけど、うん、ただ自慢の牛タン、牛タン1本から1枚しか取れない厳選された牛タンだ。あ、そういう限定か。数が少ないよってことなんじゃない？数が少ないからそんなたくさん出せないよっていうことがね、終わっちゃったら終わりだよみたいな。で、驚くほどの柔らかさをお楽しみくださいって言ってますね。すごい熱いよね。でもね、そう超熱い。さっきの白タンよりも分厚くて、しかもデカキンこれ前食べたんだけど、うん、飛び上がったね。めちゃめちゃうまくて、白タンのもう数倍美味しい。これはもうマジで食べてほしい。続いてこちらですね、はい、白カツヒレ、豚一頭からわずかしか取れない赤身のヒレ肉を厚くカットし、よりジューシーで柔らかなカツに仕上げました。白いトンカツをぜひ一度。白いトンカツですこれは。ね、ほんと白い。ちょっとね、あの出前のメニューをしっかりとデカキに説明できてなかったんですけど、ちなみに銀の牛タンとかネギシとかそういう系、まあ、この下にご飯が入ってるじゃん、うん、でこれは大盛り無料なんですよ、うん、なんでデカキン一応大盛り無料で取ってあるんですけど、それ以外にテールスープと温玉とあとおしんこがつくの。だからずっと見せてなかったんですけど、
けど、実はね全部の出前にこの温玉がついてます。だから多分あれかな、普通の定食だったら多分とろろになるところを出前だと温玉にしてるってことなんかな。あーそういうことかね。その可能性高いよね、うん、もうとろろに温玉入れちゃう。すごいねそれは、ね、でこちらヒレカツのセットにはサラダがついてましたね。それでは早速ガンガンご飯食べていきたいと思います。それではこちらご飯4杯目ですね。とろろ温玉やっちゃっていい、うん、もうせっかく温玉あるんで、はい、とろろの中に温玉入れます。はい、うわ濃厚なとろろになったよこれで。もうじゃあかきます。はい、うわ色が鮮やかになったね。え、こぼれちゃう？あ、ギリギリギリか。表面張力だ。そこまでいってない。そこまでこれは美味しいよこのとろろは。それではいただきます。銀の牛タン。うまいな一噛みでも大絶賛の嵐だよこれは。ちょっと一瞬スーパーサイヤ人になっちゃうのかなと思ったもん。なんでだよ。いやまじ言って、この感動はすごいんだよ。一噛み目でね、いやまじもスーパーサイヤ人に。すげえうまい。すごいでしょ。もちろんサクサクのねタンの美味しい歯ごたえなのに、うまみだけじゅわっと出るんだよね。出てくるね。油じゃないんですよ、うまみだけうわーってくるんですよ。いいね、美味しい。味噌とかこの漬物で一回ね舌をゼロにエスケープできるし、うわエスケープできない、普通にうまい。じゃああと白カツのヒレにこのとんかつソースが入ってたんで、ソースかけるとさより白ってわかるね、色がねはっきりするね、うん、はいこちらです。ではいただきます。断面はこんな感じなんだね。もう肉の柔らかさじゃないこれ本当に。変な例えだなって言わないでよ、うん、羽毛布団食べてるような感じ食べたことないくらいもうそれぐらいありえないじゃん、羽毛布団食べるもんでもないしさ、うん、そんな柔らかいわけないじゃんって思うじゃん、うん、それ食べてる。すごいんだから。守った感じ普通かなと思ってるよね多分ね、うん、うん、気づいた、気づいたね今ね。全然柔らかいでしょ、うん、これ本当にヒレカツとかトンカツなのって思うぐらいだよね。びっくり。いや逆にこれ羽毛布団じゃなかったら何って感じだもん。手加減からしたら答えて、じゃあ羽毛布団じゃなかったら何これ。ヒレカツです。あ、ヒレカツかヒレカツかじゃないね、こんなバカなやりとりはしたくないんだよ手加減は。これでもすごいよ、すごい柔らかいでしょ、うん、でこれのロースカツあったんだよ、それもっと美味しいからねこのヒレより。なんなら手加減はそっちの方が美味しく感じてて、やっぱ早めなくなっちゃったもん、注文してる最中に、うん、これなくなりましたって出ちゃったもん、うん、わー惜しかったね。じゃあそう惜しかった。すんごい柔らかい。で、銀の牛タン。うわー体壊れちゃうよ、柔らかいから。うわーってなって。じゃあもうこの感じもうさ、もう紹介しちゃおうかな。これが豚の旨辛ですね。豚もあんだよね。で、こっちが味噌ポークです。これだからさ、網とかで焼いてんのかな多分。網目ついてるもんね、ついてね。じゃあもうこれも普通に食べよう。じゃあ豚の旨辛。ね、大きいからね。うまい。あーでね、辛み結構強いのよ。やましギリギリ食べれないかもな。じゃ結構だよね。でもわかんない、一回食べてみな、せっかくだし。辛そうに見えないでしょ。見えない、全然見えない。うん、うん、あーってね、大量には食べられない、うん、ちょっと食べてちょうどいいぐらいだ。うまみがくるから。あー、うん、美味しさでカバーされてる、うん、大丈夫大丈夫、全然。で、これが味噌ポーク。これもね、美味しかったイメージあんのよな。うん、食べやすい。みんな食べれるおやつ。おやつ、うん、みんな食べれるやつって言ったんだよでもまあおやつに近いかもね本当に。網でやってるからか、香ばしさがあるの。なんかちょっと高級感も若干あるよね、うん、もうやっぱね、デカキンはこの銀の牛タンが好きすぎて。うわーうんうわうーんうわー、これは大声出したくなるうまさだな。はい、ということでごちそうさまです。食べたね。いや食べたよ、一瞬だったね。シャ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 って、山下もシャ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 って取ってはい、ということでこちら、え、何杯目、4杯目、4杯目完食です。そしてはい、ごちそうさまでしたはい、ギブアップです。ここでまあだから山下の予想は超えたよね。超えた、うん、山下3杯だったんで。まあでもね、今この下にね、まだね、大盛りの麦飯定食頼んでるんで、冷凍してね、小分けにして1日チンして食べるって楽な朝食にできますんで、それに利用したいなと。はい、ということでデカキンのネギシの全種類の牛タンを頼んで食べたら、デカキンがご飯何杯食べられるのか、正解は4杯でした。皆さんの予想とはいかがでしたか忘れてるよね確かにね
いやでもちょっと4杯は意外だったんじゃないかな、みんなの中でも、ね、最初早かったよ。そうなんだよね、うん、早かったんだけど、こっちの味わったりとかなんかこう押していくうちにね、満腹中枢がやっぱ来ちゃったね、うん、でなんならブラッキーもまだあるんでね。ちょっと明日の朝のご飯も楽しみですね。やっぱネギシうまいね。これって関東だけなのかな、なんか他の地域の人とかも食べてたりするのかな。ぜひね、ネギシが近くにある方いましたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。